アラブルカニ、スサオノ、第19話、術師、トリコと、音速剣士、キリコ姉妹、の巻。千の、父親の、死後、大国家では、佐宿には過去が、ペリカン猫、宅急便で、働き、生計を、立てていた。大国千住も、バイトを、掛け持ちして、家計を助けていた。そんな、大国千住には、二人の、妹がいた。一人は、大国、田切子、通称、キリコ。危ない。日夜、町の、治安を見守る、小学5年生の、女剣士だ。もう一人は、中学1年生で、カラス天狗を従えた、陰陽師の守護神、大国、鳥取子。通称、トリコは、諸術に長けた、陰陽五陽術の、天才である。そんな、兄弟は、強い信頼で、結びついていた。今日も、ごちそうを食べられるのは、お母さんと、お兄ちゃんの、おかげだね。確かにそうね、ありがとう、母上様、兄上様。いい、妹を持って、お兄ちゃんは、幸せだよ。そんな、キリコは、サンタラと、通学路が、同じで、山のふもとに住んでいる。おはよう、おはよう、おはよう、おはよう。キリコは、母の佐宿に、神道術の、伝承者でもあった。ねえ、姫ちゃん、今日も、訓練してくれる？いいわよ、かかってらっしゃい。じゃあ、行くわよ。音速蹴り。音速蹴り。佐宿に好き。佐宿に剣に、風神風車剣。佐宿に剣に、風神風車剣。やっぱり、姫ちゃん、強いわ。キリちゃんも、全国大会で、優勝しただけあって、強いわよ。スサと、千の家族も、うまくいっていた。学校では、みんなと、うまくやっているかい、妹たちよ。私は、大丈夫よ、千お兄様。私も、問題ないわ、兄上様。それよりも、兄上様は、トラブルに巻き込まれているようですから、私の、カラス天狗を、3人、貸しましょうか？ありがとう、トリコ、気持ちだけ、もらっておくよ。お兄様は、最強だから、心配ないわよね。そうよね、千兄上様に、護衛なんて、必要ないわよね。そして兄弟は、寄り添いながら、夜空を、眺めるのであった。どうかしら、面白かったかしら。それじゃあまたね、バイバイ。